はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。久しぶりにね、色物のグランドが入ってきましたね。色物と言いましてもワインカラーです。茶色っぽいのはね、グランドちょくちょくありますけど、ワインカラーは本当久しぶりですよね。河合の KG シリーズ KG2C という機種ですね。製造番号は1054124というね、ものです。はい、綺麗ですね。すごい木目の感じがなかなかいいと思いませんか。ちょっと暗いかな、見にくいかな。はい、ちょっとピンボケしますね。こういうちょっと光の具合で見にくいですけども、木目の感じが、こういうとこ見てもらったらいいかな、こういうとこ見てもらったらいいかな。ね、結構綺麗ですよね。はい、綺麗、可愛いと書いてますね。ちょっと、ね、年代的にはそこそこ経ってはいますけれども、いい時代のいいブランドだと思いますよ。そしてね、私これ弾いてみてちょっと驚きなのが、なんか河合のピアノらしくないというかですね、ちょっと聴いてくださいね。すごいでしょ、ヤマハピアノみたいな響き方ですね。すごいなるんです。よくなるんですけど、ちょっと音が固めですから、お好みによってはちょっと、静音っていうでね、こうハンマーがあって、こう先っちょのところをね、ちょっと外して針をちょっと刺してあげるんですね。そして、空気を入れてやることで、こうハンマーにクッションができますから、コーンコーンってハンマーを打つときに、音がちょっと柔らかくなるというね、そういう静音っていう作業があるんですけど、ご希望の方にはそれをちょっとしたいと思いますね。もうちょっと可愛いのピアノらしい音にね、変化してもいいかなーって気もしますので、でもこういうカンカン鳴ってくれるピアノが好きな方も実は多いのは事実ですね。ヤマハのピアノがよく売れるってのはそういうことですよね。これすごいでしょ、こんだけ伸びてくると気持ちいいですね。実はちょっと夜中に撮影してますので、あんまり大きな音はね、実は、出せないんですけども、控えめながらもカンカン鳴ってくれるグランドですね。こういう音が好きな人も実は多いですので、静音せずにこのままっていうことであれば、そういう形でね、させてもらいたいと思います。まあ、色がね、綺麗ですよね。可愛いですね。本当に、可愛いピアノの可愛い色のピアノですね。はい、ぜひ京都まで弾きに来てくださいね。ワインレッドのグランドピアノのご紹介でした。